地域の名産から学ぶ体験型の授業です。栄村の小学生がアスパラガスの収穫を体験、調理して食べて地域の魅力を感じました。収穫したのは栄村の名産アスパラガス。収穫体験には小学5、6年生19人が参加しました。いや、意外と取るのは力がいらなくて意外と楽しくできました。アスパラガスは今が旬、まさに学び時です。今日みたいにこうやって実際に、体験してみないとわからないところがあると思うんです。子どもたちが自分からこう調べてみたりとか、探求してみるっていう、そんなきっかけにもなるといいかなとも思ってますし。取り方を教える先生は地元の農家です。できれば自分で食べるぐらいのものはね、大人になったら作って、そういう興味を持ってもらいたい、そういうきっかけになればと思って。今回が2回目となるこの体験型授業、実は収穫だけでは終わりません。折れた、食べたい。いいわけないじゃん。やって、今日これからどうするんだろう。これ家庭科で調理して食べます、ということで学校に帰って早速調理開始。5年生が作るのはとゆで卵とアスパラのサラダです。茹でて食べやすく調理し、サラダにしていただきます。アスパラの甘みとかが結構引き立ってるなって思う。アスパラと他の野菜も入れて作ってみたいです。地域の魅力を肌で感じる特別な一日となりました。